面接が近いけどどう振る舞えばいいかわからないという就活生の方、この動画を最後まで見れば誰でも簡単に面接の流れやマナーを理解できますよ。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト、就活の教科書を運営しています。皆さんは面接の流れをきちんと理解できていますか？正直、全然わかってない。マナーがあるって聞いたけど、どう振る舞えばいいのって方も多いのではないでしょうか。大学3年生になり、いきなりインターンシップや本選考の面接を受けることになっても、面接の流れやマナーがわからないとどうしたらいいか不安になりますよね。でも反対に、面接の流れやマナーを理解できていれば、いつまでに何をすればいいのかきちんと計画を立てて取り組めるんです。そこで今回は面接の流れやマナーを簡単にざっくりと解説していきます。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは行きましょう。面接は基本的に受付から始まります。面接会場には約束の時間の10分前に到着するように意識しましょう。受付の場所に着いたらハキハキと次のように言うといいですよ。本日15時に面接のお約束をさせていただいております。〇〇と申します。人事ご担当の〇〇様にお取り次ぎをお願いいたします。その後、控室に案内されることが多いので、身だしなみの最終確認をしながら静かに待機しましょう。もちろん携帯をいじったりするのはマナー違反ですよ。受付を済ますと、続いて面接会場への入室に移ります。名前を呼ばれたらドアをゆっくりノックします。中から返事が聞こえたら、失礼しますと断ってから入室して、自分から明るくハキハキと挨拶をしましょう。挨拶をしたら椅子の近くまで歩き、面接官にどうぞと言われてから椅子に座るようにしてください。ちなみにノックの回数はあまり意識しなくてもよく、中の方に伝わりさえすればいいですよ。あまり細かいマナーを気にしすぎて緊張するよりも、明るく堂々と振る舞うようにしましょう。続いては自己紹介に移ります。自己紹介では大きく分けて3つの内容を話せればベストですよ。まずはプロフィールです。自分の名前、学校名、学部名、学年などの基本的な情報を簡潔に伝えましょう。続いて学生時代に何をしていたかです。ゼミやサークル、アルバイトなど特に力を入れてきた活動があれば基本的な情報の後に一言添えるといいでしょう。最後に感謝の言葉です。きちんと本日はよろしくお願いいたしますと時間を割いてくれたことに対する感謝の思いを伝えましょう。ここからは面接官によって順番が前後するのであまり順番は気にしないようにしてくださいね。続いては自己 PR です。自己 PR では1分間で自己 PR をしてくださいやあなたの強みは何ですかのような質問をされます。自己 PR は面接で必ずと言っていいほど聞かれる項目なので、面接の前に自己 PR で話す内容を整理しておきましょう。1分間、2分間など時間ごとに回答内容を考えておくと、いざという時に役立ちますよ。自己 PR と合わせて、学生時代に力を入れたことは何ですか？通称、学知化も品質質問です。学生時代の経験を一度整理し直して、最もアピールしたい経験を探してみましょう。続いて志望動機です。志望動機は面接で最も重要な質問とも言われており、聞かれる確率が非常に高い質問です。一次面接など初期の面接では聞かれないことも多いですが、二次面接、最終面接など選考の終盤になると聞かれる可能性が高いです。志望動機も事前に回答内容をきちんと整理して、よどみなくスラスラと答えられるレベルまで練習しておきましょう。続いては逆質問です。逆質問とは、質問はありませんかと面接官から聞かれ、就活生から企業に質問をすることを言います。基本的に面接では面接官から一通り質問をし終えた後に逆質問の時間が設けられます。ここで注意したいのが、質問は特にありませんと言ってしまうことです。逆質問を一つも用意していないと、面接官側がこの人は本当に入社意欲が高いのかなと不安になってしまいます。また逆質問は自分の働き方に対する認識と実際の職場とのギャップを確認する意味もあるため、少しでも入社後のギャップを生まないように聞きたいことは聞いておくのがベストですよ。面接官からの質問事項や逆質問が終わればそのまま退出となります。面接官から終了の旨を聞き次第、椅子に座ったままありがとうございましたとお礼を言い、きちんとお辞儀をしましょう。そして最後に実際に部屋から退出する前に再度お礼をしましょう。お礼の注意点としては、言葉を発しながらお辞儀をしないことがポイントです。最後までお礼の挨拶を言い終えてからお辞儀するようにしましょう。面接の流れと簡単なマナーは以上になります。基本的にはここで紹介された内容と似た質問がよくされるので、きちんと回答を用意しておきましょう。面接の出来は事前準備の量で決まるので、面接当日までにどれだけ自己分析や面接練習を詰めたかが攻略の鍵になります。こんなに練習したんだから大丈夫だという気持ちになるまで、全力で事前準備に取り組んでくださいね。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。